言うんですよ。まあ、それをちょっとラジオでやりたいんでよろしいでしょうか。それ合コンとかで盛り上がるじゃん。そうですよね。はい、ラジオでやってその結果誰が何言ったかも分からずに言わないままリスナーさんはどう感じるかっていうのをちょっと。これイノベーションですよね。ああ、ちょっと一回大人の顔見ようか。ああ、楽しそうだな。これちょっとやっていいですか。なんか自分で作品で一番好きな作品を思い浮かべてください。もう決まったせーので言います。ちょっと、じゃあちょっと一瞬考えて。はい。訳さないで、ちゃんと。あ、そうですね。タイトルね。タイトル。タイトル。はい、タイトル。いや、ちょっと待って、でもどれが、どこまでがジブリ作品になってあるんですか。カリオストロの城、そういう質問よく出ます。カリオストロの城は入りません。宮崎駿さんのとか、なんか分かんないけど、カリオストロの城は入りません。ルパン色とかね。ルパン色があるんで。はい、よろしいですか。はい。じゃあいきますよ。僕はせーのと言ったら、言ってください。せーの。ほら。どうですか。これはしないとしない。でもバラバラだから。なるほど、被ってるのもありましたね。